今日はあそこ行こうかな、相模根までだな。土佐川行かない、ちょっと遠いから。土佐川いいよ、遠いよ。相模根じゃねえや、小丸行って、その後流れに沿って相模根行ってほしい。そうしましょう。家を住みながらマンションを買おう。あ、みんな十何万もの価格まで買う、そのぐらいの金額のマンションに住む。違う、隣の家買うよ、今すぐ借りるよ、隣の家。そんなレベルで上はちょっとだるいけど、すごいいるのかな、そういう人。隣買って別居って別居じゃないけど、あれじゃん、大家族とかさ、まあ、大家族になっちゃうけど、ほら、あの団地とかを、団地をさ、2つ隣同士でさ、あれじゃん、契約して買ってる人とかいるじゃん。あ、やっぱいるんですよ。っていうのをテレビ見たら、なんかほんと大家族の人ね、うん、一つの部屋じゃ、あの家族で住みきれないから。そっちの方がいいんだけど、いやいや、でよくね、高いだから、やったらアトルスタートに行くよ。いや、それはアホだよ。高いタバコ。え、もともとの、あ、いいね、お兄ちゃん浴衣着ちゃって。どこ？あの、ちょっと足元すぎかな。あれだよ、ね、ファイナルファイトの回みたいな。ちょっとあの兄ちゃん何がさ面白いって、ちょっと今可愛いなって思ったのはさ、うん、ちょっと今風強いじゃん、うん、おめくれになりそうなってちょっとこうやって支えてた。ちょっと可愛いな、あの行動。まあね、スニーカーの方が足楽だもんね。まあでもね、浴衣とかさ、なんかね、好きに着こなすのも今風だよねとかっていいと思うけど、でもなんかあのスニーカーちょっと主張しすぎてて浮いてたなって。なんかこういうスリッポンとかの方がいいと思う、浴衣だったら似合う。スリッポンとかだったら違和感ないじゃん。あ、しかしこの前暑かったな、頭がポワンポワン。これ相模からも行っちゃうか、小丸で歩いたら。待ってきちゃった。もう入道行っちゃうの。山みたい。じゃあ定めます。二の山公園って行ってみたかったな。どうかな。いや、行くでしょ、定めに行く。あそこ車でなんか、あ、公園なんだけど下からハイキングコースとして行けるし、山頂近くまで駐車場あるんだって、うん、俺今日ダメかもしれない、こんな離れちゃった。決対の時間ですか。19時。え、そんなに？そんな遠かったっけ？そんな遠かったっけ？渋滞してる。あ、そっか、これ初めのあれ使わねえからか。あ、
れとるぞ。そう、凍った写真なんか舐めるんじゃない。ペロって。祖父がいてよかったな。いなかったら、私本当多分自殺してたもん。まあ、元気出してくださいです。かんわんよ。これはまっすぐだ。私は自殺の理由はもう一個しかないけど。すげえ勢いで吹っ飛んでて怖かったんだけど、当てられた車はなんかもう廃車らしい。そんな正面衝突でバイクだっても廃車になっちゃうのって。お互いスピード出過ぎだったんじゃないそれ。爆発したんでしょ。怒りが爆発ごろ。爆発ごろは爆発ごろは走っている。忘れないでシートベルト。さあ、どう言ったらおばみのけいちゃん。なんであの車どっちだよ。なんかあったの。間違えた感じ。あ、別にすぐ右行けるわけでもないから行って。練習隊でも鳴らしてくる人か。隣の車はなんでジリジリ接近するの。性格がにじみえて、ああ年寄りか怖いね。
プリウスじゃないけど爆弾しないでポンみたいな。モミピョン怖いからね。じゃあモミピョン、あ